新日本プロレス2019年上半期ビッグマッチスケジュール発表。 2.2、2.3、北海北エール、ザ・ニュービギニング・イン・札幌、雪の札幌2連戦。 2.11、エディオン・アリーナ・大阪、ザ・ニュービギニング・イン・大阪。 3.23、24、アオーレ・長岡2連戦、ニュージャパンカップ2019決勝戦。春の頂上決戦がプロレスの殿堂に上陸。 4.6 アメリカ・ニューヨークマディソン・スクエア・ガーデン G1 スーパーカード。春の名古屋でビッグマッチ決定。 4.20 ドルフィンズ・アリーナ。 5.3、 5.4 福岡国際センター2連戦、レスリングドンタク2019。 6.9 大阪城ホール、ドミニオン 6.9 in 大阪城ホール。今年の真夏の祭典はアメリカで開幕。 7.6 テキサス州ダラスアメリカンエアラインズセンター、 G1 クライマックス29開幕戦。 7.13、14大田区総合体育館2連戦。 7.15 北海北エール。そして今年の G1 クライマックスファイナルの舞台は、昨年に引き続き 8.10、11、12日本武道館3連戦。新日本のビッグマッチがイギリスに初上陸。 8.31 ロンドンザ・カッパーボックス。ニュージャパンプロレスリング2019。2018年のベストオブザスーパージュニアは史上最高に盛り上がったぞ。2019年必ず超えてみろ。ベストオブザスーパージュニア26優勝決定戦。ジュニアの祭典があの舞台へ。 6.5 両国国技館。さらに2020年、 1.4 レッスルキングダムイン東京ドーム決定。そして何かが起こる 1.5 後楽園ホールも開催決定。覚悟はできているか。2020年、 1.4、 そして 1.5、 東京ドーム2連戦開催決定。新たな景色へみんなで行くぞ。